何が一番変わった？まあでも子供のことばっか考えてるけどね。でも今寝返りするだけで怖いし。でもリュウジさんが自分たちが自分の子供にそれでいいと思ったらそれが正解だと思って。まあそうですね。他人が他人の人にどうこう言われようか、自分でこうと思ったらそれでいい。いただきます。珍しいメンバーでのお昼ご飯ですよ。今日は久々にゆうじとペコちゃんと、はいはい、なお前も今日は午前中、そう一緒に午前中というか一瞬1時間ぐらいですけど、動画以外の仕事です。そうで、まあゆうじもあれみんなで飯食おうかみたいな、そんな話をしようかって言ったら、なんとゆうじくんに子供ができました。ゆうじくんユージ君って言いました。寝る教育みたいなのあるの？でもまだ4ヶ月とか3ヶ月だと寝るしかやることしか寝ることしかやることないんで常に多分寝てると思います。まだ起きる時間がだいぶちょっとずつ長くなってくるぐらいの時だもんね。まだちょっとお昼ちょこっと起きる時間が2時間とかになってきて、これからだんだんお昼寝が2回から1回になってとか、だん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 こう調整していく時期じゃないですか、ちょうど。何が大変な子供まで。何が大変？寝とるだけで別に暇だろうって思われるけど、案外体力奪われるんですよね、うん、だから何で体力奪われとるかって言われると、だから確かに寝とる時間自分のこともやれそうで、やれることも結構多そうだけど、でも結構ミルクやったりとかずっとやらなくない？何時間に1回かミルクやる？3時間に1回ぐらいなんですけど、結局3時間おきにじゃない来ました、1時間ぐらいかけてこうミルク作ってあげたりおむつ替えたりって寝て、でまた3時間っていうけど結局間1時間ぐらいしかないんですよ。1時間、1時間半するとまたすぐ起きてだから、その間にちょっとご飯作ろうとか思っても気づいたらもう泣いとるみたいな、それのエンドレスで繰り返しなんで、3時間起きって言っても3時間別に休憩できる時間じゃないんで、決して4時間とか寝てくれるとちょっと2時間ぐらい手が空いたりとかっていうのがあるけど、それがだから今からリュウジ君とかだんだん長くなってくる、多分まとまって寝る時間が多分増えてくる。夜っていうのが長いけどね。長いと思うね。子供だって7時か8時ぐらい寝て、次起こるの起きるの1時とか2時。じゃあ高校さん1日寝ちゃいます。あ、死ぬぞ。死ぬぞ。死ぬぞ。全然大丈夫。死ぬぞ。じゃあお前の寝て強いか。たくましいですもん。たくましいよね。でかいよ。うん、バッチリ。あ、でかい。一回だけ合わせてもらったんですけど。確かに生まれた時のグラムもでかかったっすよね、確かに。でかかったね。でかい。3400かな。うん。2週間早かったから、でもそれでも大きい。だから本当。テレビ撮ったら4センチかかったんだよね、多分。もう男と女がどっちが良かったの？僕どっちでも良かったと思う。あ、別にどっちが欲しいなとかね。いや、でも男できたら次は女欲しいなとか。やっちゃう欲しい。長いんだろうな。長いんだよ。別に自分は100でおるだろう。別に相手がおるから元気流しようとか。でもその辺からって何も考えてないんだろう。もう自分でおるから、別に普通。もう普通で。なんか自分が飯行きたい、遊びに行かなきゃ遊びに行くしみたいな。まあそれもありますけど、でも行き過ぎは良くないなって。あ、まあ考えとく。考えとく。ちょっと行き過ぎが良くないな。まあ土曜日出かけすぎたらやばいなって。そりゃそうでしょ。どうなんだろう。簡単やる？遊びいいんですか？土曜日。土曜日でも足ご飯ばっかだもんね、行くのは。結局行くなら、なんかカンタとか、まあ、ショー君でもそうですけど、地元が遠いじゃないですか。なんかその地元の友達って遊ぶっていうよりも、足ご飯でご飯食べに行ってることの方が多いんで、土曜日とかでも飲みに行くとか。いや、それはいいよって。全然、そうやってご飯みんなで食べに行くとか、私も子供も一緒についてったりするんで。土曜日だからとかあんまり気にしないです。土曜日を例えば自分一人で遊びに飲みに行くとかだったら、日曜日を潰さないならいいよって感じです。その日曜日はやっぱ子供たちと遊んでほしいんで、飲みすぎたで二日酔いで昼まで夕方まで寝るとかだったら考えろよってなりますけど、別にそれしずに、まあ、土曜日を自分が遊びに行っても日曜日朝から起きて子供泣いてして、まあ、子供たちが楽しい一日にしてくれるなら別にどうぞって感じです。本当お
内骨にそうだよね。何何を土曜日遊びに行きすぎて。門限8時やぞ、それはないわ。門限8時やぞ、それはやばい。門限はないわ。門限8時の刑。全然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 それが毎週だったら怒るかもしれんけど、うん、別に腹立つ。毎週だったら腹立つかもしれんけど、毎週ないもん、そういうの。ああ、そういうのな。やっぱ変わった、全然子供生まれて。何が一番変わった？まあ、でも子供のことばっか考えてることがね、やっぱり家帰ったら寝とるのかな、うん、ああ起きてるかな、ちょっと遊びてえな、うん、寝とったらあのやり合えみたいな、あ遊びたいってことだ。今の時期一番寝とる時の方が多くない？帰ったら寝とるもん、ね、そう、パンタもそうだった、ハクにとって多分早く帰ってきて遊びたいんだけど寝とるから起こすなみたいな、こっちからしたら、からかなくなるよ、子供って。1歳、2歳、やばい。リュウジ君も多分今から1歳、2歳ではないけど、いろいろこう手探りしながら多分やっていくのが、うん、でも今寝返りするだけで可愛いし。いやもうリュウジさんなんかキャラ変しちゃったよ、もうジェリーだよ、こいつが。リュウジさんが寝返りしただけで可愛いって言うんですよ。ちょっと寝返りしてみてよ。お前らに、お前らにやっとるじゃん。白い目で見られるだけよ。アザラシか。伸ばされよ、お前。トトちゃんかよ、ほんとにね、そんなんでもいや、でもそうなるんだよね、やっぱ生まれると変わるもんね、本能だな、ほんとに。でも喋らんでしょ、あーって言わないでしょ、さすがに言わないでしょ、でも名称やさ、うーうーは声は出すでしょ、なんかうーうーわーは何、喋りやすい。もうでも多分今からだんだんそのあーとかうーとかそういう言葉を発してくるようになるんじゃないかな、多分7ヶ月、8ヶ月ぐらいになってくると、早い子だと、まんまんまんまーとか、ママなのかまんまなのかわからんぐらいな感じで、まんまんまんまーとか、あーとか、うーとか。なんかあるの、その子供にこうなってほしいな。あ、それ聞きたい。なんかどういう子育てをあれしとるのか。なんかこう知りたいさ、そう。特に本当ないですよ。ないですけど、英語だけ覚えさせたいの。英語覚えさせたい。なんか英語できた方が何でもできる。まさかわからなくて、昨日から英語ができるんです。英語ができるだけだけど、いろんな人とコミュニケーション取れない。ああ、英語があるできることで幅が広がるでしょみたいな。ああ、なるほど。で、英語ができるんです。あとはもう元気に育てられればいいです。こういうのなんかしたいなとか、なんかスポーツやらしたいなとか、なんかやりたいものやらせるみたいな。マジでフリーだったんですよ。それはそれでいいんじゃないですかね。おむすびは、おむすびって、ヘルナとしかないやろ、絶対ヘルナとしかない。そうですよ、なんか、僕らが、人生経験早く進んだらしいんじゃないかな。もうでも大切にね。いやいや、年代と食べやつ、昔から。ご飯はね、そうだ。確か正解は、ないと、答えないと思うんで。100人だったら100人親も違うこと言うし。そうです、そうです。自分たちが自分の子供にそれでいいと思ったらそれが正解だと思うので、まあそうですね、ああそれもそうだよね、他人の人にどうこう言われようが、言われようか自分がこうと思ったらそれでいいっていう感じで、そうだね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 、まあ俺が子供できたりね、できて悩んでるとかね、そんな人もおる、まあ、まあ年代が多いしね、俺はね、うん、YouTube 結構、うん、多いんで、うん、なんか参考人までは ならんけど、まあなんかまたコメントとか質問とかメールとかで、ね、ここみんなインスタやってますので、ぜひ個人のアカウントにも、はい、メッセージくれたら返信しますし、ぜひチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。あと足場の回答にまずやってます、はい、よく質問最近来るのが、県外でも行くんですかとか、今ね東京とかの方か大阪の方か足場回答してますんで、対応してます。で、トラック輸送費をどういうふうにしようかとか、いろいろまあ調整しながら、今いろんなとこトラック会社と調整して、まあ、安くていいので運べるようにやってますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。またねー。